こちら。さあ、英単語の授業がやってまいりました。本日135回目です。今日の表現は Worry about。 もちろん意味はですね、ご存知かと思いますので、もうすでに書いております。何々について心配するということでよろしかったと思います。さあ、問題はですね、 about です。実は昨日ですね、動画で about のお話をしたんですね。もしそれをご覧になっていない方は、この動画を終えた後ですね、もしお時間よろしければご視聴いただけると幸いでございます。で、about なんですが、その動画でお伝えしたのは確信。about の確信は周辺というふうに理解した方がいいですよ。で、その周辺という理解が複数というイメージにもつながりますよというお話をしているんですね。ですから、ウォーリーに関してなぜ前置詞 about がついているのかと言われたら、皆さん心配して、した時にですね、そのイメージを少し抱いていただけると助かります。例えば、これから TOEIC の試験を受けに行く、まあ常連さんといいますか、もう何回も何回も受けてる方はですね、そして得点が高い方はあまり心配することはないかもしれませんが、初めて受けに行く方とか、なんか次は昇進かかってるので点数をなんとか上げなくちゃいけないとか、というプレッシャーがかかった方であれば、心配事はたくさんありますよね。複数ありませんかね。例えば、会場までうまくつけるだろうか。徒歩20分って書いてるんで、徒歩20分かね。とか、なんか隣になんかめんどくさい人座らないだろうかとか、なんかいろいろあるかと思います。っていうふうに考えていただき、まあ、イメージを、まあ、抱いていただきますと、心配するときって結構いろんなことを心配するんですね。ですので、複数を表している about との相性がいいので、worry ときたら about と。そういうふうにイメージしていただけるといいかと思います。で、ちなみに、worry が出てきましたので、合わせてこちらの表現、worry さん。この皆さん意味どうでしょうか。まあ、もちろん、ウォーリーがついておりますので、心配ってところでいいんですが、本当はですね、イメージをしていただきたいのは、この一番右にあるですね、サムです。何々サム。この何々サムがくっつくとですね、実は形容詞。それを作り上げる働きがあるんですね。ですから、訳し方的にも、心配な、というふうに認識していただけると嬉しいかと思います。もちろん、worry some形容詞で心配な、もそうなんですが、trouble some、トラブルという単語に some をつけて、trouble some、これも形容詞で、厄介なとか、面倒なとか、そういう意味になってくるので、worry some と trouble some 合わせて押さえてください。で、もちろん、about に関しても周辺、そこから複数というところも合わせてですね、認識していただけるといいかと思います。で、ちなみに、worry about なんですが、こちら、公式問題集グレーの2ですね。のテスト1のパート3の回答冊子21ページにも掲載されておりますので参考になさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスコアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。